気になることや心配事が盛りだくさんですけど、まず一番の気がかりはレーベンのこと、それともノエインが復活させた存在のこと。いいえ、どっちも違ってエノアのことですわ。私が気がかり？え、何が？メンタルに決まってるだろ、見るからに呆然自失って感じだしさ。大丈夫ですの？どうなのかな、こんな気持ち初めてだから。どんな気持ちなんだ？くるくるで、もやもやで、パンパン、よくわからない。ありのまま吐き出してみろよ、少しは落ち着くかもしれないし。ですわね。まずはエノアにとってレーベンがどういう存在だったかあたりからとか。レーベンは私に一緒に生きてって心のままにって言ってくれた存在、私の心の葛藤を救ってくれた特別。それにレーベンは私の笑顔を見ることが、私を笑顔にすることが願いだって言ってくれたの。だから本物の人間になったら私のエノアの願いを叶えてたくさん笑顔にしたいって、心のままでいいよって、エノアのエゴがレーベンの願いだって、自分の過去の記憶がなくても気にしない、エノアと生きてる今が十分幸せだからって言ってくれて、その一言一言がとっても嬉しくて、恥ずかしくて、もぞもぞして、生きてきたことが報われる気がしたのに。それなのにいきなり自分の過去が分かったからって、説明も不十分に、約束は守れないって、私が悲しくなるようなことを言ってバイバイって、私が寂しくなるようなこと言って一緒に生きてって言ったのに、私を一人にして私に言ってくれた言葉を全部裏切って、交わした約束を嘘にして、レーベンかレーベンなら他のことなんて気にしないのに、家族とか家族じゃないとか言葉遊びのくくりなんて関係なくて、私はレーベンの真実も抱えた何もかもを受け止めたかったのに、それが一緒に生きていくことだと思っていたのに、こんなに悲しくなるなら、辛くなるなら、心のままにだなんて、笑顔にしたいだなんて言ってほしくなかった。一緒に生きてだなんて、仲喜びなんてさせないでほしかった。気づかぬふりの私でいさせてほしかった。心なんてない方がマシだった。レーベンはひどいよ、どうしてこんなに私を傷つけるの、私はどうしてレーベンのことでこんなに傷つくの。それはエノアが本当にレーベンを好きだからですわ。好き？こんなに痛い気持ちが。特別だから、心を許したから、魂の奥底にその人がいるから、深刻で繊細に感じるんですわ。ねえ、なら私はどうすればいいの？私はこの感情とどう向かい合えばいいの？正解なんてない、本当の心で決めて本気の思いで行動するしかない。決心と決意だよ。だからまずこの問題以外は全部忘れるんだ。一般論、常套句、映画、小説、仮想の話は全てたった一度きり、お前の現実に向き合え。
レーベンのことが。レーベンを思う気持ちが大切なら、その心を尊ぶなら、自分の心に問いかけて決めるんだ。全部私の心、私のエゴで決めていいの？レーベンの気持ちは。エノアはエノアだろ、レーベンじゃない。エノアがエノアでいる意味を考えろ。エノアがエノアである価値を示せ。そのエゴが、お前の本物の心が、お前の大切な人にとっても価値あるものなんだよ。それにそもそもエノアのエゴがレーベンの願いなんだろ。私はレーベンとこんなお別れなんて許せない。私と一緒に生きてほしいから。だから離れ離れなんて嫌、バイバイで終わりたくない。レーベンのただいまを聞きたい。帰ってきてほしい。うん、力ずくでも連れ戻したい。決心したら決意を固めて迷わず進む。あとは行動するだけだな。二人とも協力してくれる？もちろんですわ。大切なエノアのためですもの。ああ、他でもないエノアのエゴなら喜んで。ありがとう、嬉しい。ところで、連れ戻すにしろ、レーベンの行き先は分かりますの？さっき通信でゾーエにも共有と確認をしたけど、表立って大きく動いている様子はない。人知れず何かの準備をしているとすれば、本拠地であるエデン神髄ネットの中枢にいるのが可能性大。中枢なら当初の予定通りか。そう、あとは迷わず進むだけ。エノアの件は一段落したとして、他のことも考えないとですわね。レーベンがプロパトールだったことや、ノエインが復活させた存在のことについてとか。そもそもレーベンが第一人気プロパトールだったっていうのは間違いないのか？うん、レーベンからは確かにプロパトールのイデアコードの反応があった。イークロス P の時みたいにエクレシアに渡されたコードでレーベンがプロパトールに侵食されたとかはないんですの？人気のイデアコードはその人気にしか馴染まない。だからその心配は大丈夫。レーベンがプロパトールだったのは事実だとして、じゃあどうして EVE になろうとしたんだろうな。本人は本物の人間になりたかったからって言っていたけど、どうして本物の人間になろうとしたかは謎ですわね。レーベンはやらなくちゃいけないことがある、けじめをつけるって言ってたけど、改めて本物の人間になるつもりとか。今でも本物の人間にこだわっているなら私から距離を置くのが不可解。確かにな。エデンの初期化と関係のあることとかかしら。ノエインの計画と自分とは関係がないって言ってたけどな。そもそも第一人気プロパトールが無関係なら、ノエインは何を復活させたんですの？もっと崇高で相入れなくて残酷な現実だっけ？点で意味不明だけど。エノア、第一人気プロパトール以外でノエインが復活させる存在に心当たりってあるか？プロパトールは人気のトップ、機械で最も偉い存在。それ以外にエデンの初期化ができるような存在なんて、強いて言うなら本物の人間以外ないかな。なら本物の人間なんじゃないのか？え？リリー？リリーを倒すことはノエインが目論んでいたこと。わざわざノエインが改めてリリーを復活させるなんてことはないはず。
まるでわかりませんわ。レーベンの目的にしろ、ノエインが復活させた存在にしろ、レーベン本人に直接聞くほかなさそうだな。